こんにちは、ヒトです。ちょっと冒頭で軽く渋谷に行って、ちょっと仕事のついでに渋谷に行く予定があったので、行ってきたんですけど、ブラックピンクの展示、パルコのコラボの展示が思った以上にちょっと何て言うんですか、豪華ではなくというか、割とシンプルな感じだったので、それだけだとちょっと動画に上げるのもなと思ったので、昨日渋谷に寄ったついでにいろいろオタク の、あのグッズというかグッズ整理のために必要なものを買ってきたので、それをこちらでちょっと軽くご紹介をして、今日の動画は以上にしたいなと思っています。いや本当になんかこれだけなんだと思って。でもポップアップショップがいつからだっけな、なんか来月ぐらいからポップアップショップが確かブラックピンクのものが始まる、パルコで始まるはずなので、そのポップアップショップは池袋のと渋谷だと池袋の方が確か開催時期が早くて、店舗によって違うんですけど、なので初日の朝一でできれば池袋のポップアップショップの方に行きたいなと思っていて、その時に池袋の展示の方も一緒に撮影してお見せできたらなと思っています。ではまず100均で購入したものなんですけど、100均で購入したものの一つ目がこのなんか L 型 A4 収納ファイルってやつで、これが何のために買ったのかっていう と、こういうなんかいろんな形のリフィルたちがを今なんかなんていうんですかね、こう立てて管理してたんですけど、曲がっちゃったりしてあんまり良くないなと思ったので、そういうファイルに入れておいて必要な時に取り出すみたいな方が綺麗にリフィル自体も保管できそうだなと思ったので買ってきました。で次に購入したものがこのスリーブになります。ダイソーのスリーブはもう皆さん使ってらっしゃる方も多いと思うんですけど、なんか元々使ってた、私ダイソーで愛用してたちょっと固めのスリーブが最近なんか全然見当たらなくて、ネットで調べたらこれが多分なんか前のサイズと同じものなのかなと思って、これを買ってみてみました。であとこれは、後ろが白になってるやつ、透明じゃなくて白いスリーブが売ってたので、これもなんか前はアマゾンで透過半透明のトレガとかを分かりやすく換するために使ってたんですけど、なんか使えそうだなと思ってとりあえず1個買ってきてみましたね。これちょっと気になっていて、全然開かない、よいしょ。硬さは前とそんなに変わんないけど、ちょっとクオリティが若干曇ってますね。前の方が透明の度合いとか、ちょっとこれあんま使い物にならないかもですね。結構汚れてますね。動画で見えるか分かんないけど、ちょっとこれは失敗だったかもしれない。物に
スリーブも結構曇ってるし汚れてるな。あーこのスリーブはちょっと使い物にならないですね、さすがに。ちょっと残念ですねこれは自分の保管用っていうよりかは交換に出す時のにスリーブ一重入れるやつとして使おうかなと思います。ちょっと個人的には自分の保管用には使えるレベルではないですね。ちょっと曇りがひどかったりとかところどころ汚れがついていて自分のトレカーを保管したいものではないなと思ってしまいましたでも100均なので、はい、安いですよね。で次この R13 っていう後ろが白いのがついてるものを見ていこうと思います。これですね。あーこれはいいですね。これ良さそうです、すごく。これどういうので使っているかっていうと、こういう、待ってくださいね。わかるかな？これ半透明なんですけど、半透明のトレーディングカードを、このままこうやって保管すると、こう、あ、これでちょうどわかるな、なんか、後ろが透けちゃって、じゃないですか。でビジュアルがちょっと見えづらくなっちゃうからこういう白いのをつけて保管すると綺麗に保管できそうかなと思って今そういう保管方法でやってるんですけど、ちょっと今まで使ってたやつ画像で出しておこうと思うんですが、ちょっとやっぱり何ですかね、なんか うねりっていうのかな、端々がちょっと折れ曲がっていたりとか、この後ろの紙の素材感がやっぱこっちの方が高級感が、今まで使ったものが高級感はありますが、まあでも全然悪くないですね。大きさ的にも硬質ケースに綺麗に入りそうだし、はいはいはい。あこの白はいいですね。この白は今後半透明の取り方が出たら使おうかなと、使えそうだなと思いました。その時まで保管しておこうと思います。ダイソーで買ったものは以上になります。個人的にはちょっとこれは今後はもう買わないかなと思いましたはい、じゃあ次は無印ですね。もう渋谷に行かなくても買えるものばっか買ってきてるんですけどはい、無印良品から軽く紹介買ったものを紹介しようと思います。はい、無印で買ったものをまず一つ目はこれです。このリフィルですね。このハガキサイズのリフィルは私はもうずっと無印のを使ってて店舗ですぐ買えるし別にそんな高くないので、なのでリフィルをなくなりそうだったので2つ買ってきました。2つですね。で次こちらです。この CD-DVD ホルダーっていうのを買ってきました。これはなんか何に使うかと思ったかっていうと、結構なんかK-POP のライブ DVD とかってなんかすごい大きい箱の中に入ってて、でその一回見たい時に取り出したりするのが大変だなと思ったので、このこういうケースに DVD だけ保管しておいて見たい時に見たいものを見れるっていう感じにしようかなと思って買ってきましたね。収納のための、アイテム紹介は以上になります。ブラックピンクの映画もちょうど昨日日本の上映が、前売り券の発売が開始しまして、早速ネットで、2枚予約したので、そちらもチケットがもしまた届いたら、動画でご紹介しようかなと思っています。楽しみにしていただければと思います。では、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。